ヌビレットに会わなかったのか。会いに行くな。ちょうどその時、同志とフリーナ殿の打ち合わせがはかどっていた。業務のこととなると長引くと考え、二人のために茶を取りに行っていたのだ。残念だね。うん、そうか。